で、だごちゃーみやくれです。ということで、今回はね、2019年の8月、ね、30日に上げた強いアタッカーの作り方という動画があるんですけど、そちらの2024年バージョンをね、再び撮っていきたいと思います。はい、ということでね、この動画ね、みやくれチャンネルでね、再生回数がね、今んとこ1位です。はい、今、まあ、結構伸びてるんで、まあ、まあ、ずっとかもそうですね、1位の動画です。はい、人気動画の1位になってます。はい、行きましょう。で、じゃあね、解説ね、やっていきましょう。まずね、強いアタッカー作り方の上でね、ノーマルキャッチですね。まあ、今回タイトルに通りね、ノーマルキャッチでできるということなので、ノーマルキャッチでやっていきたいと思います。はい。ノーマルキャッチね、まあ今出ないと思うけどいいのは、まずノーマルキャッチでね、でかい電波人間ですね。パッと見て、まあでかいなって、他の電波人間よりも、うん、でかいって思う電波人間を探しましょう。今多分、これ見た感じ多分いないですね。回避さんとか、うん。特に強いのはいなさそうですね。ただ、ここにね、明らかにでかいなって感じるのがいたら、それはね、どんどん、捕まえてください。違っても別にいいので、違ってもいいんで、別に。あの、逃がせばいいんでね。はい。で、ここでね、目安としてはね、回避率0。回避率0で、まあ、さっき言った通り、回避率0で、HP ですね。HP、体力に注目で、体力は40、1レベルで40、40結構あるよね。40になると、最大型というね、強い電波人間になります。はい。捕まえたらね、その電波人間はね、力育てていきましょう。その時にね、できればね、各世代ごとに、パワーフルーツをね、あげると、それにより強くなるので、大事です。はい。そしてね、成長させるとね、7世代行くと思うんで、ちょっとした、7世代に、ね、行くと思うんで、7世代に行ったら、全属性ですね。全属性。はい。転身っていうのがあるんですけど、転身で、7世代以上になるとね、全属性っていうのにね、全悪ってこの下にあると思うんですけど、全悪っていうのがあるんで、これをね、悪ではなく全にするといいです。で、全属性のね、効果はね、悪属性に対して、攻撃力ですね、攻撃力が 1.5 倍、そして風格をね、1持って、風格の効果がさらに2倍になるというね、強い効果を持ってます。でね、ここで注意なんですけど、全属性になると、全にした電波人間のレベルは1になります。はい。そしてそのままね、レベル1になっても、そのままね、もう世代をどんどん、世代じゃない、レベルからレベル上げてって、ドリドリタケノコですね、ドリドリタケノコで、ね、使いながら、500レベルまで上げます。そうするとね、もうこの場で完成です。はい。ノーマルキャッチで、ね、できる強い電波には、これで完成になります。まあ、ボックスでね、見せるんですけど、ちょっと検索使っていきましょうか。9世代ですね。9世代で、今持ってる電波には、まあ過去にもね、その紹介してるんですけど、その強いアタッカーの作り方っていう動画でね、こういう電波人間ができます。はい、アタッカーで、アタッカーっていうかもう、フライで見せると分かります。こんな感じでね、強い電波人間。もう最大型っていうやつで、回避0ってでかいね、一番でかい電波人間、ノーマルキャッチできます。はい。でね、色なんですけど、これ色全員ね、黒だと思うんですけど、黒がね、ノーマルキャッチ強いです。ノーマルキャッチというか、アタッカーね、ノーマルキャッチだと強いですね。で、作れる電波人間ね。はい。理由なんですけど、理由はね、こんな感じで見てもらったら分かる通り、全属性ですね、すべての属性に対しての、耐性がね、プラス1が最初についてるんで、プラス1だとね、やっぱ、1でもね、全属性違うとちょっと違うと思うんで、これがあるとかなり強いです。はい。はい、ということでいかがだったでしょうか。当時のね、動画をね、これ見ながらね、作ってね、ちょっと改善できるとことかね、まあ、結構改善しながら、編集とかも分かんない、やってると思うけど、カットとか入れたりね、したんですけど、やっぱ当時はね、直撮りっていう、まあ、スマホで撮ってて、ね、これ偽撮ろうとかなかったり、まあ、カットもね、ほとんどしてなかったの見たので、見づらかったと思います、当時は。はい。いや、でもなんか、自由にね、かなり再生数が、いいのありがたいです。はい。今回ね、最新版としてあげましたが、今後も、人気動画のね、人気動画上位に、ね、ある、まだ解説動画あるんで、そちらのね、2024年バージョンということでね、そちらはね、今後出していく予定です。はい。よろしくお願いします。今回の動画が参考になった方はね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では、最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。